こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は NHK 連続テレビ小説おかえりモネの第3週第11話から第15話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。おかえりモネの第11話のあらすじは以下の通りです。第3週ふるさとの海へ。第11話では百音が気象予報士への道を模索する姿が書かれ、彼女の成長と故郷への愛が鮮明に表現されています。専門書を購入し気象予報の勉強を始める百音。しかし学校の勉強が得意ではなかった彼女は難解な専門用語に頭を悩ませます。これまで自然と共に生きてきた彼女ですが、気象学の専門知識を深めることの難しさを実感する様子には多くの共感を覚えます。時は流れ、季節は夏に。百音は祖母雅代の初盆を迎えるために帰省することになります。医師の菅波跡目の人々が百音を喜んで送り出すシーンは故郷を思う温かい気持ちが伝わってきます。特に震災後の復興が進む地域の人々の支え合いの精神が描かれており、ふるさとの重要性が強調されます。百音が登米から気仙沼までの移動に選んだのは東日本大震災の影響を受けた鉄道に代わり運行されているバスです。バスの車窓から見える海の風景は彼女にとって複雑な思いを呼び起こします。震災で傷ついた土地と人々の姿が彼女の心に重くのしかかるのです。この景色は百音が故郷に抱く感情と同時に復興の道のりを歩む人々への敬意を表しています。亀島の港に到着すると兄浩二と妹道が心からの歓迎をします。家族の温かさと絆を感じる瞬間であり、百音が故郷に帰ることの意義を実感するシーンです。実家では綾子が百音の帰りを待ちわびており、彼女にとってこの帰省がどれほど重要であるかが伝わってきます。百音が祖母の仏前に手を合わすシーンは彼女の思いを象徴する重要な瞬間です。亡き祖母への感謝や思いを馳せることで百音は自身のルーツと向き合います。この瞬間は彼女がどのような人間になりたいか、どのように生きていきたいかを考えるきっかけになるのではないでしょうか。このエピソードは百音の成長とともに故郷の人々との絆、自然とのつながりを再確認させる内容です。気象予報士を目指す百音が故郷や家族との関係を深めながら自らの使命に気づいていく過程は多くの人に共感を呼ぶことでしょう。次回の展開が非常に楽しみです。彼女がどのように成長し何を学び取るのか期待が高まります。おかえりモネの第12話のあらすじは以下の通りです。第3週故郷ふるさとの海へ。第12話では百音が亀島の実家に帰省し雅代の初盆を迎える準備に取り組む姿が書かれています。このエピソードでは百音と家族、幼なじみたちとの絆が深く書かれ、彼女の成長と故郷への思いが一層強調されています。百音が盆棚を組み立てていると辰巳が不注意から盆棚を壊してしまいます。彼女は辰巳と共に留めの間伐材を使って新たな盆棚を作ることを決意します。留めの間伐材は東日本大震災の影響を受けた地域の復興の象徴ともいえる素材です。この選択は百音が故郷のために何ができるかを真剣に考える姿を示しています。盆棚が完成し初盆の準備が整うと百音の幼なじみである亮、明日美、優斗が名号ら家に集まってきます。久しぶりの再会に心が躍り、料理を囲みながら近況を語り合う彼らの様子は故郷の温かさを象徴しています。かつての友情を再確認し百音は彼らとの絆がどれほど大切であるかを感じることでしょう。夕方になると僧侶の周水が名号ら家に到着し雅代の初盆の法要が始まります。周水の読経に合わせて近隣の人々が順番に焼香を行う光景は
故郷の人々の絆と連帯感を強調しています。百音は名号ら家に集まった人々への挨拶に追われるものの、その中で家族や地域とのつながりを実感する瞬間が書かれています。夜になり法要とその後の直来が終わると、秋水は綾子と百音に見送られて帰ります。この瞬間、百音は彼女の家族や故郷の人々と共に大切な時間を過ごしたことを実感し、心が温かくなることでしょう。そして物語のクライマックスとも言える瞬間が訪れます。百音の幼馴染の一人、三尾が突然現れます。彼の登場は百音の心に新たな波紋を広げることになります。彼との再会が百音の人生にどのような影響を与えるのか、次回の展開が非常に楽しみです。このエピソードを通じて百音は自らのルーツや故郷の人々との絆を再確認し、成長していく姿が印象的です。今後彼女が気象予報士としての夢を追いながら、家族や友人との関係をどのように築いていくのか、期待が高まります。彼女の物語は多くの人にとって共感を呼ぶことでしょう。おかえりモネの第13話のあらすじは以下の通りです。第3週故郷ふるさとの海へ。第13話では百音の実家である長浦家にもう一人の幼馴染三尾が現れるというサプライズが書かれています。彼は亀島にはいないはずの存在で、実家の寺を継ぐために仙台の大学で仏教を専攻していましたが、実は寺を継ぐ気がなく逃げ出してきたのです。この場面は時代背景として若者が抱える伝統と現代の葛藤を映し出しています。三尾の登場は百音や幼馴染たちにとって思いもよらない出来事であり、彼が抱える重圧は寺の継承という古い価値観と彼自身の夢との間で揺れていることを示しています。彼が百音にお願いする父親に見つからないように、ここにいるのは黙っていてほしいという切実な願いは、特に現代の若者が直面する家族からの期待やプレッシャーの象徴です。その中で浩二が登場します。彼は三尾の気持ちに理解を示し、父親の仕事を承継する息子の苦悩に共感します。この瞬間は古い伝統に対する若者たちの反発と先輩としての浩二の支え合いの重要性を強調しています。浩二は三尾に対して自分の味方になるつもりだと宣言し、彼を応援する姿勢を見せます。これは家族や友人の絆がどのように支え合うのかを書いた感動的な場面です。続いて百音と幼馴染たちは中学時代の吹奏楽部の思い出話に花を咲かせます。百音が通う中学校の吹奏楽部で浩二が指導していたという点は彼の成長を示す重要な要素であり、彼らの関係が深いことを証明しています。昔の思い出を語り合うことで彼らの絆は一層強くなり、心温まる瞬間が展開されます。そして盛り上がった幼馴染たちはその日の夜に名号ら家に泊まることになります。この場面は彼らの友情や思い出の重要性を強調しており、視聴者にとっても共感を呼ぶでしょう。家族や友人との絆はどの時代でも人々の支えとなることを感じさせます。このエピソードは伝統と現代の価値観の交差点である長浦家における人々の思いを書いています。百音や三尾、浩二の成長とともに彼らがどのようにそれぞれの道を見つけていくのか、今後の展開が非常に楽しみです。このドラマを通じて過去の伝統を尊重しつつも自分自身の夢を追い求める若者たちの姿勢に心を打たれること間違いありません。おかえりモネの第14話のあらすじは以下の通りです。第3週ふるさとの海へ。第14話では百音の幼馴染たちが名号ら家に集まり、彼女との思い出を共有する特別な夜が書かれます。このエピソードは過去と現在が交錯し、音楽を通じた彼女の成長と苦悩が浮き彫りになります。百音は幼少期から音楽に対する深い愛情を抱いていました。彼女の才能を見込んだ浩二は百音が音楽の道を進むことを期待し、彼女を吹奏楽部へと誘いました。中学時代、
百音はその中心的な存在として活躍し、仲間たちと共に楽しい思い出を築きました。しかしやがて進学を迎えた時、彼女の音楽に対する情熱が揺らぐ大きな出来事が待ち受けていました。百音が高校進学の準備を始める中、浩二の勧めで音楽コースのある仙台の高校を受験することを決意します。しかし2011年3月11日の合格発表の日、運命は彼女に冷酷でした。残念ながら不合格という結果が待っていたのです。この瞬間は百音の人生において一つの転機となり、彼女の心に深い傷を残すことになります。この話の背景には東日本大震災の影響が色濃く見えます。百音が受験結果を知ったのと同時に、あの未曾有の災害が発生しました。合格発表の直後、浩二は百音を励ますために仙台市内のジャズ喫茶へ連れ出します。ジャズの演奏が始まり、彼女はそのメロディーに聞き入ります。しかし運命のいたずらか、演奏が終わる瞬間に時計は午後2時46分を示します。この時間は震災が発生した瞬間と重なり、音楽と悲劇が交錯する象徴的なシーンとなっています。百音と明日美の深い会話を通じて、彼女の音楽に対する情熱やなぜ音楽をやめたのかという問いが浮かび上がります。百音の中には音楽への憧れとともに、受験の失敗によって自信を失った彼女自身の姿があります。この葛藤は多くの人が共感できるものであり、彼女の成長を応援したくなる気持ちを呼び起こします。また登場人物たちの間で交わされる思い出話や笑い声は、視聴者の心を温かくさせると同時に、過去の思い出が現在の絆を強めることを思い起こさせます。百音と仲間たちの友情や支え合いは、まさにこのドラマの魅力の一つです。第14話では百音の人生における苦難や成長が書かれ、音楽が持つ力や影響力を感じることができます。このエピソードを通じて、音楽が彼女の心の支えとなり、再び彼女を立ち上がらせるきっかけとなることを期待せずにはいられません。彼女の新たな挑戦に胸を躍らせつつ、これからの物語がどのように展開していくのか楽しみでなりません。おかえりモネの第15話のあらすじは以下の通りです。第3週故郷ふるさとの海へ。第15話は2011年3月11日、東日本大震災が発生した日からの物語が展開されます。このエピソードは震災が百音や浩二を含む人々にどれほどの影響を与えたかを描き、心の深い傷と希望の再生の瞬間が織り交ぜられています。震災当日の朝、百音と浩二は気仙沼に戻ることができましたが、亀自前の船が出ておらず、彼らは高台から壊滅状態の亀島を見つめるしかありません。目の前に広がる光景はまさに大自然の猛威によって変わり果てた故郷の姿であり、その衝撃は言葉にできないほどのものです。亀島の人々は震災によって家族や友人を失い、心の中に深い穴を抱えています。この悲しみを共有することは彼らにとって避けがたい運命となるのです。数日後、百音と浩二はようやく亀島に渡ることができ、再会を果たします。しかし幼なじみたちとの再会は喜びではなく、むしろ憔悴した姿が印象的です。彼らは百音を迎えることすらできず、その表情には無力感と絶望感が色濃く現れています。これまでの楽しい思い出が一瞬にして消え去り、今は生き残った者たちの心に重くのしかかる現実があるのです。2011年の夏、心の傷が癒えない百音に対して、浩二はまた音楽をやってみないか、こんな時こそ音楽だと提案します。しかし百音は音楽など何の役にも立たないと反発し、音楽から遠ざかってしまいます。音楽が持つはずの力が、今の彼女にとっては逆に辛い思い出を掘り起こす道具にしか感じられないのです。この瞬間に音楽という存在の重みとその影響力の双方が示されるのは感慨深いものです。やがて夜明け前の海岸に連れ出される百音。
幼なじみたちが集まり、ふるさとの海から昇る朝日を一緒に眺めます。彼らが朝日を眺める姿は希望の象徴であり、暗いトンネルの先に光が見え始める瞬間を表しています。この海は彼らの思い出の場所でもあり、震災によって一変した風景の中で新たな一歩を踏み出すための舞台でもあるのです。このエピソードを通して百音や彼女の友人たちが直面する現実は、震災の影響がいかに深刻であるかを思い知らされます。しかし同時に仲間たちの支えや自然の美しさが彼らにとっての癒しとなることを感じさせます。音楽が果たす役割やその重要性が再び問い直される中で、百音がどのように立ち上がり未来へと進んでいくのか、これからの展開が楽しみでなりません。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。